信長の野望を。神聖。聖法遠征で毛利家を従属させけじめ完了。天下を乱す輩の領地を接収した我らが幕府。だがまだ西には島津がいる。幕府に立てついたことを後悔させてやるのだ。威風で山口館を寝返らせた将軍様、お次は串崎城をお願いいたします。今回の遠征で中国地方は制覇できるかな。北側も進軍してるけど、悪路ゆえ漂流が辛い。中国地方でこれだから、後の九州攻めはさらにヤバいかもな。大友宗麟殿を見つけました。おうおう、幕府の九州短大じゃないの。島津成敗が終わったら九州を任せましょ。元九州短大大友宗麟、組頭から人生サイドスタートでございます。一回浪人になると強制組頭なのかな。まあ不憫だし仕事いっぱい回して出世させてやろうぜ。今回は四国からも九州を攻撃、島津の四国援軍を引き寄せれるかな。メインは中国地方からの島津追い出しだけど、あっちも落とせるといいな。串崎城、カンラーアーク。お、あっさり落ちたな。いやここ道が狭くて合戦に向いてなかったから、無駄に米と兵を消耗しちゃったよ。ああ、一部隊ずつ敵が来て消滅しちゃうパターンか。この漂流で次に行くのは厳しいから、ここは一旦二条御所に戻りましょ。島津の兵は蹴散らしてあるから、あとは御詰めがなんとかするかな。でも津和野城には島津8500の防衛。城の耐久も減ってないからちょい面倒いな。さあ新人総林、国衆の取り込みの仕事だ。元九州短大、馬車馬のごとく働くの巻。四月城の方は破壊工作が成功、兵力も少ないのでこっちにも兵を送りました。四月城先に落として津和野城孤立させるのが後が楽かもしれんな。ああ、中国地方の兵使いすぎて逆進行されちまったか。この兵力では7万相手の防衛は無理。機内の兵を送るのには時間がかかるし小山行ったぜ。でも見殺しにもできないし兵出すしかないかな。最悪取られた城を取り返すか。とりあえず島津が来る前に四月城は陥落。あとは防衛に専念だな。そしてこのピンチに庭長秀さんナイスな進言。武田家を仲介に停戦を交渉してみては。それだ。知らぬ間に四国にも出撃されてたし、もう完全にギブアップでございます。こや意地張らず停戦だな。武田しゃん助けてくだちゃい。無事停戦だな。さすが信と予算のおじさん、頼りになります。そうだったん。うん、勝つよりもいとこだよ。さすが出っ歯殿、名門だな。あ、出っ歯殿、体調崩した。信と予算もいい年だし、次の戦は静養してもらった方がいいかもな。停戦期間は半年、それまでに中国地方を強化するのだ。総林、国高増強に勤しめ。そして停戦終了とともにすぐ真っ赤。まあ向こうの軍とか制圧したままだしそうなるわな。よし、戦の時間だと思ったら台風の襲来。幸先悪いな。日本列島直撃でございます。結構な数やられてるな。小屋復興が大変そうだぜ。これには思わずお茶がかりも出奔。こいつまたバイト辞めたのか。ダメなおっさんだな。さすがにこれは放置できないので将軍様自ら陣頭指揮を取って対応。えげつない量の災害が発生しちまったな。でも辛いのは敵も同じ。こっそり津和野城攻めましょ。孤立してるし今回は難なく落とせそうだな。ちょびっと手こずったけど無事カンラーアーク。悪路で攻めにくかったけどやっと落ちたか。武田しゃんまた仲介お願いしまっちゅ。今回はもう引き上げるのか。早くね。いやー幕府も大きくなったし、そろそろ軍団を編成しようかなと。あ、今停戦すれば半年間準備期間できるってことか。そして新軍団の旗頭は戦上手の柿崎さん。中国四国のお城渡しとくので、適当におなしゃーす。適当かよ。操作がめんどい、あとは任せた。おい。そして政策では小見田大配備の豪制定。月額費用が1万5000と高いけどこれは必要だな。ほう、武田信豊様、読みへ旅立たれました。うわぁ、出っ歯殿が。幕府の重臣武田信豊、大義であった。天下統一を一緒に見届けて欲しかったな。信豊さん、将軍様の天下正室をなす日を天国から見守っていてください。惜しい人を亡くしたぜ。ほう、武田信玄様、お亡くなりになりました。おお、武田信玄も信豊さんと共に行ったか。親戚同士あの世でお酒でも飲んで楽しんでるといいな。戦国の二大巨星をつ。お、つお、つ。武田家は勝頼が継いだけど、北条との婚姻同盟は解消されてないみたい。
情勢は特に変化なさそうだな。さて二度目の島津との停戦も終わったので、西方遠征を再開、将軍様臼杵城にご出動。合計18万の軍勢で九州入りか、小屋でかい戦いになるな。柿崎さんの軍団も同調して出るだろうし、20万超えるかもね。なお、二条御所から出陣するにあたり、城下施設は二つ目所がいっぱいに。幕府の本拠地室町から帰るとか嫌だもんな。では戦支度も整った、将軍様出発。島津に仕置きをしてやらんとな。そしてこのタイミングで毛利家九州完了。適当に柿崎さんのところにねじ込んどきましょ。毛利の扱い雑だな。ははは、島津、幕府の軍勢におののくがいい。おののくどころかめっちゃ兵集めとる。大友総林、ビビって出奔しましたー。このハゲちょ、未来の九州短大にするつもりだったのに、マリサが馬車馬のように下働きさせたからだよ。ふん、あいつが根性ねえだけだろ。島津さん、将軍様到着までまだかかりますが、要領は？あれ、こや意図せず老老攻めになっちまいそうだな。愚か。放置してれば勝手に消えるかなとか思ってたら、ここで柿崎さんの部隊が出陣。ゴズメで来てくれればいいのに、先陣切って戦うのか。軍団は微妙に不便であります。軍団長柿崎さんが、15条を対象にする大先導を武神。何それ怖い。そして集結してた島津軍、突如解散。奴らは何がしてんだ？わからん。柿崎さんの先導は5条だけ成功。微妙？今度は武将15人を対象に攻撃流言。軍団長柿崎、張り切っております。11人の忠誠を下げることに成功。これで城の落城が楽になるかもだな。柿崎団長また大先導。柿崎さんめっちゃ働くな。そして遠路はるばる二条御所から九州まで征夷大将軍がやってきた。島津けじめの時間だー。神儀を解こうとしたら相手が極道だったけん。何この人怖。あのヤクザの親分は回収運、なかなかの名称みたい。見た目だけじゃなく実力もあるのな。まあ今回は初めて部隊数を選抜できるくらいの部隊数だし、兵力も余裕、なんとでもなるでしょ。そういや最大8部隊までだったな。一応誰かが退却すると参戦してくれるよ。それでは、改正。このマップの肝は、ここを制圧すると左の端を落とせることくらいかな？それは面白そうだな。余裕あったらやってみましょ。とりあえず兵力は倍なので、真正面からぶつかるぞー。島津軍をぶっ転がせまずは荻野が橋を越えて一番やり。突出してるから橋を落とす準備ができたら下げましょ。橋を落とす要所は無事制圧成功だな。敵を挟み込んだので将軍様には強撃してもらおうと思ったら、敵3部隊が溶かして将軍様狙い、ここは防衛に専念してくださいませー。今回はうまいこと強撃できてねえな。敵も結構やりおる。しかし島津勢のジェットストリームアタックをものともしない将軍様。佐久間が戦車レベル6をぶっ放し、一部隊撤退。鉄砲もレベル6ともなるとかなりの威力だぜ。橋を渡って戦ってた荻野とアメちゃんが疲弊、そろそろ橋の奥に引かせましょ。そんなわけで橋の奥の要所を親分が占領。こりゃちょっと左翼が押されすぎかもしれんな。ジェットストリームアタックを耐える将軍様を助けるため、敵背後の要所細川藤方が制圧。お、頼もしいな。でもさらにその背後を取ろうと遠藤が接近してるぞ。先にこっちを柳沢と強撃して始末だー。なかなかうまいことことが運ばないぜ。よし、井上幸房、撤退。お、蒲山義久も撤退だぜ。でも敵16部隊だからなかなか減らぬ。あ、倒すと次が出てきちゃうのか。さて押され気味の左翼、橋落とし、発動。戦国時代、鳥居からビームで橋を落とす。なんで？でもこれで左翼は敵増援来ないだろうし安心かな。そして右翼も徐々に敵兵を押しのける。ひっさーつ、久保の立ち位。共に戦場を駆け抜けた友信と世に捧げる天まで届く征夷大将軍の維新の一芸。相手は爆散する。お見事。敵さんおかわり入りまーす。ぐぬぬぬ。さらにおかわり入りまーす。だあもう、キリがない。めんどくさー、将軍様の気口突貫お願いいたします。戦術としてはあれだけど、将軍様兵力あり余ってるから止められるやついねえだろうな。手こずったけど親分撃破。浅井三将のアメちゃんもボコられたしマジ強かったな。
橋が落ち跡がないメラスケツグモ撃退。だいぶ士気が幕府軍に傾いてきたな。そして最後の一手、将軍様が軒口を破壊。お、これで士気優勢勝ちだぜ。百科ー、幕府の勝利ぞー、勝ち時を上げようー。今回はこっちも結構被害出ちゃったけど、まあ致し方なしかな。親分マジ強かったもんな。そして吹き荒れる威風中。おおお、これは後半いったー。思わずよく知らない国衆もびっくり。三つの城と十九の軍、これはありがたい。島津にけじめつける日もすぐ来るかもだぜ。では勢いに乗りさらなる進軍を進める幕府軍を見ながら今回はここまで。面白かった、続きが見たいと思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたしますー。嬉しいです。合戦に勝利し、吹き荒れる威風により九州侵攻の足がかりを手に入れた幕府。しかし島津は手強い相手、果たして制圧できるのか、気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。